ブンブン。ハロー人類の皆様、君たちの愛しの恋人にして憎いアンチクショー、やつが聞こうだよ。突然だけど、君たちにとって友達ってどんな存在かな？友達っていいよね。休日に遊びに行って一緒におやつを食べて、くだらない話にふけってたまに喧嘩する、そんな何気ない日々が幸せだって気づき始める時期が誰しもきっとある。まだ気づいていない君は幸せ者だ。今気づくといい。手遅れだった皆様、ご出所様、私もだよ、仲間だね。かくいう私の友達の小ギャルちゃんもね、幼馴染で大親友の M ちゃんが大好きだったんだ。大好きで大好きで大好きで、でもだからこそ憎らしく思う時もあったそうでね、毎晩電話でお話をするような仲だったそうだよ。地元じゃ負け知らずってやつだね。え？ネタが古い？ごめんよ、ネットで聞きかじっただけで原曲は知らないんだ。さてさて、元の話題に戻ろうか。M ちゃんのことを何でも知った気になっていた小ギャルちゃん。だけどある日、実は何にも知らなかったことを思い知らされたんだって。さてさて、それはなぜでしょうか。毎度おなじみ、八つ雑踏クイズ、いってみよう。答えは、M ちゃんは内臓をぶちまけて死んだからだよ。長年一緒にいる友達同士だって内臓の色まで知る関係はそうそういない。コギャルちゃんと M ちゃんはずっともだね。この通路は続くんだよ。どいてくれ。俺が突き当たりまでダッシュしてきてやる。罠があるかもしれないからダメだよ、ヤマトさん。そうよ、ヤマトちゃん、もどかしいのはみんな同じなのだから落ち着かなきゃだーね。あー、イライラするぜ。家族の姉さんよ、金持ちの屋敷ってのはどいつもこいつもこんなに長い通路を作るもんなのか。と言われましても、私の家はここまで大きくは。え、あんたたち名家だってのに小さいのか。冗談ですわ。こんな通路の一つや二つ、上流階級の屋敷では当然でしたよ。この通路は下へ下へと下ってるね。こんな地下深く穴を掘ってまで何を隠したいのかな？うるさい。騒がしくてごめんね、文学さん。きっとみんなも気持ちを切り替えようと必死なんだよ。あなたは平気なのですか？先ほどからうじうじしてばかりのくせに。と、少女は皮肉っぽく問いかけた。そうだね。うん。正直に言うと、まだ全然切り替えられないんだ。親しく話していた人が犯人だなんて初めての経験だから。ごめんね、文学さんの前でこんな話最低だったよ。その辛さはわかります。私にも経験がありますから。と、少女は同情的な言葉を返した。私の家族を死に追いやったのは
私に読書の楽しさを教えてくれた先生だったんです。過去にそんなことが。殺人を犯す人は決して利害の存在なんかじゃない。みんな私たちと同じ人間。渋谷探偵にも彼女が凶行に至った理由があったはず。それを解き明かすことこそ私たち探偵の仕事です。それってもしかして魔界さんの言葉？渋谷さんは僕らを騙し続けていたけど、彼女から聞いた言葉の全てが嘘だったなんて思えない。文学さん、約束するよ。渋谷さんが八つ崎港に組みした理由は、必ず解き明かしてみせる。魔界さんのためにも、渋谷さんのためにもね。序列最下位のくせによく言いますね。まあ、期待せずに待っています。と、少女は皮肉っぽく笑っていた。みんな、通路の終わりが見えてきたよ。何が待ち受けているかわからないから、慎重に進もう。行こう、文学さん。場所って…気づいたみたいだね。ここは10年前に私たちが監禁されていた部屋だ。謎の多い10年前の児童誘拐事件を調査する目的で探偵同盟はこの場所に本部を設けたんだよ。この牢屋だらけの部屋は。地下にこのような牢獄を隠しているだなんて、まるで犯罪組織じゃありませんの。つまり探偵同盟は犯罪組織だったってことかな。こいつは驚きだね。芸道さん、その冗談はさすがに笑えませんわよ。探偵同盟が犯罪に加担するなどありえませんわ。おっと、ごめんごめん。次は笑えるジョークを口にできるように努めるよ。期待していてくれ。皮肉をまともに受け止めるんじゃありませんわ。下道ちゃんの冗談はさておき、謎が多い場所なことは間違いないわよね。なんだかここはすごく嫌な気配がするよ。みんな気をつけてね。飛躍くんの言う通りだ。まずは冷静に全員で調査を進めていこう。僕らが歩いていた方角距離から通路は研究棟につながっていると考えていたけれど違った。この地下施設は明らかに誰かを監禁することが目的の場所だ。まさか探偵同盟は犯罪者を監禁する自警団的働きもしていたのか。そう考えると例の黒い機械が配備されていることも納得できる。しかしなぜそのようなことを。探偵が犯人を拘束する必要なんて皆無だ。まずは監禁されていた対象を。科学の坊ちゃん、また自分の世界に入っちまってるぞ。ちゃんと社畜のおっさんの話を聞こうな。ごめんなさい。文学さん、じっと牢屋を見つめてどうしたの？来て。
ベッドがあるし、鍵もかけられます。休息に最適な場所ではないですか？と、少女はグッドアイデアを伝えた。社畜さん、みんな疲れていると思いますし、今日はもう休みませんか？牢屋の鍵を見つけて各自で内側から施錠すれば安心して休むことができると思います。うん、それはいい案だね。じゃあ早速動ける人で鍵を探してみようか。安心しな。さっきそこの棚が妙に匂ったんで調べてみたらよ、鍵の束を見つけたぜ。さすがはヤマトさん、すごい嗅覚だね。みんな私以上に活躍してばかり、年長者として立つ瀬がないな。皆さん、牢屋で一泊することには何の抵抗もありませんのね。非日常的なことが続きすぎてて感覚が麻痺してるんだよ、きっと。どの牢屋に入るかみんなの希望がまとまったから図に起こしてみたよ。この図、社畜さんが描いたんですか？すごくお上手ですね。会社で上司から仕掛け絵本の企画を命じられたことがあってね、その時に練習したんだ。企画はポシャったけど、娘が喜ぶような絵を描けるようになったから、結果オーライだよね。事情が生々しいな。文学さん、一人部屋でも大丈夫？はい。もしよかったら、今日は文学さんの部屋の入り口の近くにマットレスを敷いて、僕も同じ部屋で寝るよ。そうすれば、侵入しようとする人がいても気づけると思うし。はあ、いきなり何を言い出しますの、あなた！気持ちはわかるけど、文学ちゃんもレディーなんだから、同じ部屋で寝るとか言っちゃダメよ。え？仲間同士なのに、どうしてそんな。この変態ロリコン野郎、と言って、少女は黄金の右足を、犯罪者予備軍のすねに叩き込んだ。これはワト君が悪いな。こってり絞られるといい。どうして？どうしてノノオの兄さんは責められてんだ？この寒さの中で床で寝るのは確かに危険だけどよ。仲間思いで結構なことじゃねえか。うん。ヤマトさんにはそのままでいてほしいかな。本当に文学君の元へ行くのか？また怒られるのがオチだぞ。彼女はきっと無理をしています。仲間として放っておけませんよ。今夜は君が気にしていたこの地下牢と探偵同盟の関係性を語ろうと思っていたんだが、文学君を優先するのか？その話はまた別の機会にお願いします。魔界さんには
多くのことを教わりましたから、こんな僕でも文学さんの力になれるなら最善を尽くしたいんです。まったく他人のことになると石みたいに固くなだな君は。では対話の時間はまた明日にでもゆっくり取るとしよう。君の好きに行動してみるといい。はい、わがままを言ってごめんなさい。あれ、照明がつかない。モーションセンサーでつくって聞いたんだけど。夜間はモーションセンサーがオフになり、照明がつかないようプログラミングされているのだろう。一度ついた電灯は時間経過で消えるし、センサーのオフが消灯時刻として機能しているわけだな。なんだか暗闇に乗じて忍び寄るみたいで嫌ですね。今更気づいたのか？君は旗から見れば幼い少女に呼ばいをかける変質者だよ。女性陣の眠る牢屋に何の用かな？確かに私は影が薄いけど、そこまで驚かれるとへこむな。ごめんなさい。僕、やっぱりどうしても文学さんが心配で。そうだと思ったよ。私も同じだ。それに、私たちだけじゃないみたいだよ。え？野郎の声がすると思ったらあんたたちかよ。考えていたことは同じみたいね。一緒に文学ちゃんの顔を見に行きましょう。どうして大人数で私の部屋に？と、少女は思いもしない客人たちに驚きつつ尋ねた。あ、美食さんが非常用のお菓子を持ってるって言うから、その文学さんも食べるかなって。嘘が下手すぎです。それでも探偵ですか？少女は軽蔑の目を無能探偵へ向けた。扉の前で騒がれると寝ている方々の迷惑です。ひとまず中へ入ってください、と語り、少女はしぶしぶ開錠してあげた。ありがとう。次に大声を出したら帰ってもらいます、と少女は警告した。はい。じゃん、好きなお菓子はあるかしら。私、趣味がツーリングだから、全国のご当地お菓子を持ち歩いているのよ。ツーリングとお菓子に関係性はないのでは？と、少女は素朴な疑問を口にした。もう、何を言ってるの？ツーリングといえば、サービスエリアでの食事とお土産の物色でしょ？多くのツーリング好きの主目的はそこではないと思いますよ。あんこサンドをもらってもいいかな。実は大好物なんだ。社畜のおっさん、なんつうかあんたお菓子の趣味まで地味なんだな。もう諦めてるよ。私はどうあがいても地味な男だからね。キャラ付けのために
魔界探偵の愛用していた聖剣をあげましょうかと、少女は最高の打開策を提案した。いや、それはちょっと。聖剣と会社員はどうあがいても噛み合わなそう。ですが近年は会社員がトラックに轢かれて勇者になる筋書きの小説も多々ありますよ、と少女は自らの案を補足する。それ異世界転生ものだよね。聖剣を持つ前に転生しないといけないやつ。あなた、すぐに突っ込みますね。突っ込み探偵に改名したらどうですか、と少女は突っ込みに突っ込みを返した。食料どうしたの？毒ガスが満ちる前に食堂から持ち出してきたのである。我の鎧は多少の毒ではびくともしない。我だけが果たし得る任務だったのだ。鎧は平気でもあなた自身は平気じゃないでしょう。まだガスが蔓延していなかったから助かっただけで、ガスを吸っていたら普通に死んでいましたよ。念のためピカピカ君で除染した後、奥のシャワー室で鎧を洗ったから平気だと思いますけど、もう絶対にしないでください。武装さんのせいでもう除染用の薬品がすっからかんです。次は助けてあげられませんからね。すまなかったのである。食料が大事なのはわかるけど、どうして単独行動してまで取りに行ったの？どうしてもこれだけは持ち出さなければならないと思ったのだ。それはお父さんの。その通りである。魔界殿が作ってくれたブリティッシュサンドの余りだ。このサンドだけでも残ってはいまいかと改めて冷蔵庫を見に行ったのである。食料なら昼にほとんどぐちゃぐちゃにされていたのを一緒に確認したよね。どうして今さら冷蔵庫のチェックを？冷蔵庫を荒らしたのは渋谷殿であろう。彼女ならいくらトリックに必要だとはいえ、魔界殿が最後に作った料理を足気にできるとは思えなかったのである。そっか、それはそうだね。クンクン、毒の香りはなし。渋谷ちゃんは本当にそのサンドイッチには何の手出しもしなかったのね。あれだけ荒らされたのに不思議だわ。タッパーに詰められていたおかげかしら。違うと思います。このサンドは魔界さんの最後の手料理だから、文学さんに残してあげたかったんじゃないでしょうか。優しい想像ね。その魔界ちゃん当人を殺した殺人鬼にそんな思いやりができるのかしら。姉さん、俺も無能の兄さんに同意だぜ。渋谷の野郎はきっとこの手料理にだけは手を出せなかったんだよ。殺人鬼だって人間だ。どこかしら心が壊れていても鬼畜にまでは成り下がれねえんだろうぜ。渋谷さんは幼馴染を八つ崎公に殺されている。そんな彼女がなぜ八つ崎公に加担したのか理由が見えないね。渋谷さんの凶行の裏にはその親友の死が関わっていると思うんです。彼女が八つ崎公に心酔していたなんてどうしても思えません。恨んでいるはずの八つ崎公にどうして手を貸したのか、その理由を紐解くことが
八つ崎港事件を解決する糸口になると信じています。なあ、私も同感だよ。この事件の裏に渦巻く妄執の種を暴かない限り、八つ崎港事件を解決することは難しいだろう。このまま奴の好きにはさせない。何をしてでも止めてみせる。そのサンドイッチを含めて食料に毒が付着していないのは確認済みですよ。せっかくですし、皆さんで食べませんか？文学さん？文学さん、泣きたかったら泣いていいんだよ。少女は、私には泣く権利がないと思った。キュウリが嫌いだからといって、魔界探偵がいくら作ってくれても、このサンドイッチを食べなかった。一回もありがとうと言えなかった。少女はお礼の一つも言えない。泣いたところで後悔の念しか湧き上がらない。いいことなどない。だから少女、少女、理屈なんて必要あるか、バカ野郎。親父が死んだんだろ、そんなの悲しいに決まってるだろうが。泣いていいんだよ。大声でみっともなく涙を流しちゃいいんだ。僕たちにだけは弱さを見せてもいいんじゃないかな。僕たちは君の味方だから。君の弱さを決して笑ったりしないし、懸念もしない。中井さんも仲間のことは信頼していたよね。だから文学さんも信じてほしいんだ、僕たちのことを。少女は、私はちゃんとお父さんにお礼を言いたかった。もっと一緒にいたかった。もっとたくさんのことを教わりたかった。ここまで素直な娘になれなくてごめんなさい。ごめんなさい。そんな遠くから見守っていないで、家族さんも文学さんの牢屋に入ったらどう？心配だったんだよね、家族さん。この地下牢に入ってからずっと目で文学さんを追っていたし。何を言っていますの？高貴な私が庶民の心配などするわけがありませんでしょ？私はただ、足手まといのお子ちゃまがちゃんと吹っ切れられるかどうか様子を伺っていただけですわ。そういうあなたの方こそ合流すればよろしいではありませんの。あなたの仲良しの庶民も一緒にいるのでしょ。
不幸を呼び込む僕に、あの輪に入る資格なんてないよ。僕さえいなければ、きっと魔界さんも死なずに済んだんだ。僕のこの体質はいつだって誰かを傷つける。誰かと一緒にいちゃいけないんだ。そんなことはないでしょう。あなたの力のおかげで、実際に私たちは助けられているのですし。ほら、やっぱり優しい。家族さんは手を取り合える人だって信じてる。もし僕の身に何かが起こったら、僕の代わりに無能くんを助けてあげてね。不吉なことを言うんじゃありませんわよ。私がいる以上、もう八つ崎子の好きにさせるものですか。私が必ず八つ崎子を捕まえてみせますわ。そんなに笑うと文学さんたちにバレちゃうよ。あ、